ならば待ってくださいと出てきました東ドイツのローランド・ブルックナー選手、日本でももうおなじみの選手です。モスクワのオリンピックで床で金メダルを取っています。新の月面ですね。あのひねりの時にね、あの伸身でもうひねってますからね。今のも R マークのね、決断性のある高い難度の技ですね。もう本当に自信に満ち満ちている演技ですね。この大会個人総合ではミハエル・ニコライ選手と並んで1位になっています。深いひねり、いいんですよ、ね、うん、さてチャイムが鳴って最後のシリーズです。屈伸で2回宙返りですね。2回ぐらいね、決まっちゃったね。そうですね。まあさすがでしょうね。これは入りのスローですね、はい、ムンサルと言いますとね、皆さんその抱え込みが多い中でね、伸身で1回ひねり、体が伸びてますね、そしてまあ宙返りはね屈伸でやってますけどね、やはり高いですよ、です、ね、価値がね。どうですか、他にこの技をやる選手はいますか。あんまり見てませんね。さて、そしてこれはフィニッシュの部分です。やはり最後にこの2回宙をやるというだけでも疲れるのに、それが屈伸ですからね。その通りですね。当然あの抱え込みよりも屈伸、屈伸よりも伸身が高いわけですからね。